新しいモデルのジャパンフィッシュです。So, similar full outline to で同じ PT と同じようなアウトラインで、but a little straighter here. で真ん中のところからまっすぐな、少しまっすぐな落とし方ですね。でもうちょっと落ち字や波でドライブするように。But when we draw the tempered in, there'll be a narrower part and a bit more curved out.でテールをちょっとナロー気味に落としていって、もっとテールにカーブが出るような。で、まあ、日本向けの体の小さいセンシティブなこのリップの感じができるようなんですね。Japan fish quite flat. でジャパンフィッシュはちょっとフラットなロッカーで、Very fast and flat as well. で、とても速くてパドルも楽です。でシングルダブルコンケーブの、もしくはで、もしくはダブルコンザ。でケリーが乗っているようなインベンテーションなあのデッキで。Also, micro double conza is recommended but not essential. で、ダブルコンザはリコメンドであって絶対ではないと。Mm. もちろんデッキに関しても、まあ、カスタムでオーダーできますと。So, a fuller rail there. で、レールはセンターがすごくフルレール。But with the grooving shaping, a bit more sensitive rail to rail, but despite the full rail. で、センターちょっと落としてあるんで、コンケーブで。もうちょっとレールトゥレールでサーフができるような、楽にレールトゥレールでサーフができるモデルです。で、やっぱり日本の波弱いんで、 This is similar to the P2. で P2 に似てる。 And that has very little concave. でそんなに強くない弱めのコンケーブで、もちろんフロントエリアは特に弱くしてあります。Just for those dead flat sections, it's easier to get over. で、デッドフラットセクションでもっと超えられるようにっていうことです。But new model, we want it to be popular in Japan, so I get the customers to give feedback, and we can work with the customers to improve it. まああとはもうお客さんからのフィードバックがもらえれば、送ってもらって、うん、もっとインプルーブしていきたいと。But we think it's pretty good already. まあ肉的にはもうすでに結構いいんじゃないかと思います。Also, these recommended with the switch tails, switch round. でテールに関してはさっき言ったスイッチテールがおすすめだと思います。スイッチラウンドかスイッチダイヤモンドか。